3月13日のケリヒメスイーツ、来週水曜日は俺の誕生日。来週で合ってる？今週、そうだね、合ってる。よしよし。21日が祝日で、その翌日ですね。おめでとうございます。早いな。あれですかね、早めにAmazon欲しいものリストを晒しておけばいいんですかね。俺今何入ってんだろう。ちょっと、ケリヒメやってる片手間で、ちょっと欲しいものリストを眺めます。一応ね、なんかみんなやってるから、俺も、ね、持ってるんですよ、欲しいものリスト。Twitter のプロフィールのとこに、各種リンクをまとめたリットリンクとか貼ってあるんだけど、そん中と、あと、この YouTube の概要欄にも確かあったはず。で、欲しいものリスト。ちゃんとね、個人的なやつと、あと、外に出すよと分けてます。刀剣乱舞無双スイッチのゲームが入ってる。買ってくれたらもちろんやります。あと、ペントミノスクエアノーブロック&ヘキサモンドノーブロックセット買い。あ、これなんか無限に遊べるパズルみたいなやつですね。なんか子供の頃ね、こういうタイプのパズルね、ずっとやってたんだよね。昔からあるよな。で、あとメイド服と光脱毛器と、あとアグネスタギオンのコスプレ衣装が入ってます。どれか買ってくれたら嬉しいです。ひどい。どれも単価高いが、これこういうのってもうちょっと程よい金額の入れといた方がいいよね、きっと。だってさ、いざさ、ご厚意でもらったところで、知り合いとかだったらね、またお返しとかできるけどさ、知らない方からの好意でのプレゼントだと返しようがないから、嬉しいけど どうしようってなるからね。あ、でももちろん嬉しいです、来たら。欲しいものをリスト晒しが下手なんだよな俺。リンクだけ貼ってあるけど、でもこれなんだっけ、欲しいものリストに入ってるものを一回入れて、で、そっから自分で適当というか、そこに入ってないものを追加して、で、その最初に入れたリストにあるやつを抜けば、そのリストにないものを送れるっていうパターンで合ってるかな。前それで送れって聞いたことあるけど。っていう言い方もさ、本当はね、こういう背びるような先導の仕方は良くないんだけど、まあそう見られても仕方ない話かもしれんが、そうじゃなく、こういうことをするしてるんだよねみんな、みたいなの半ば確認的なお話です。よし、今日もケリヒメと関係のない話ができてるぞ。じゃあここでもう一つケリヒメと関係のないお知らせを1点。ケリヒメはね、 YouTube にしか上げてないから、この動画の視聴者は関係ないかもしれないけど、悲しいお知らせが、昨日よりニコニコ動画に全くアップロードができなくなりました。いきなりね、なんかアップロード全然進まなくなって、俺はだって、毎日投稿してるから、ちょっとしたね、変化とかにはすごく敏感なんですけど、で、昨日もね、 YouTube の方にとりあえず動画上げて、ニコニコの方が基本遅いから待ってたんですけど、よく見たら 0% からみじんも進んでなくて、たまにね 1% になるの。で、遅いだけならいずれね、その投稿できるじゃないですか。ニコニコもね、割と仕様がどんどん変わってきて、その途中でアップロードが途切れてももう一回再開っていうのができるんですよ。だから絶対その積み重ねで投稿できるはずなんですけども、それすらもできなくて、で、YouTube は問題なく投稿できてるし、うちのネット速度も別に速いわけじゃないけど、まあもともと速くないんだけど、うちが。問題なく続いてたし、まあモデムルーターの再起動なり、もろもろ試したりもしたけど変わらず、で、まあいろいろ試したけど、その動画が、ニコニコはね、3ギガ
以内じゃないといけないんだけども、まあ、そこまで大きいファイルじゃないし、なんならちょっと軽くしたの再書き出ししてあげてみようとしたけど変わんないしっていう、なんなら YouTube に上げた例えばこのケリ姫とか上げてみようとしたけどそれも進まないしっていうね、謎なんだよね。一応あのサポートの方に問い合わせはしたけど、うん、まだ解決もしてないんで謎なんですよ。だからそれがね解消されるまでニコニコに動画が上がらないっていう悲しい。もう十何年もやってるのにニコニコに裏切られた気分です。何が原因かが分かんないから、でもニコニコ側の問題だったらあのアナウンスが流れるはずなんですよ、不具合情報のところに。それすらないから、いい感じね、次も行くよって俺の方の環境かなと思ったけど、他の投稿サイトとかはいけてるし、ネットも使えてるし、わかんない。わかんない一日です。まあ、ほんとね、俺の連続動画投稿記録が途切れちゃうのがさ、ほんと悲しいんだけど、ギネス記録とかになるわけじゃないけど、個人的なさ、楽しみの一つでもあるから、そういう点ではとても悲しいけど、まあしばらくは、とりあえず YouTube は問題なく上がるんで YouTube の方は上げてるって感じですね。なんで、そう、もともとが、俺あの YouTube とニコニコか、メインは。で、要は全プラットフォーム合わせてでの毎日投稿、連続投稿記録なんで、ニコニコ上がなくてもこっちで何かしら上がってればね、うん、記録は続くんで、一応大丈夫なんですけども、自分内ルールとしては。でもな、ニコニコ、ここまで毎日ずっと上げてたのにさ、途切れるのがほんと嫌なんで、ニコニコバーガーニコニコバーカとりあえず言っときます。あの、だいたいニコニコのことはあのバカにしても大丈夫っていうね、謎の風潮があるんで、うん。まあ、本当にあっちの影響かわかんないけど、何なんだろうね、そういうサーバーアップロードの形式の違いで何かしらの不具合があるんだろうけど、本当理由がわかんなくて困ってます。うん。以上です。今日はここまで。また明日。